記者会見で新聞記者にねバカ野郎って言ったことがまあ話題になってましたけど、二階氏にそのまあ電話直撃をした、まだ怒りが収まらないような失礼だし、まあ生意気だよ、うん、どこがすごいんですかね二階さんの義理人情を徹底してるというところはまあ言われますよね。では今日は河野くんと一緒に二階さんの件について話をしていきたいと思います。今週号の週刊文春ではですね、3月25日に突如引退を表明したですね、自民党の二階俊博元幹事長に直撃取材を試みたという記事がね載ってますけれども、記者会見で新聞記者にね、その引退は年齢も関係してるんですかみたいなことを言われてね、バカ野郎って言ったことがまあ話題になってましたけど、そのバカ野郎発言のことやですね、まあ後継者についてもいろいろ聞いているので、ちょっとその時にもぜひ教えてほしいなと。で、今回河野記者ね、二階氏にそのまあ電話直撃をしたわけじゃないですか。でも二階さんって結構もともと電話に出る感じの政治家ですよね。いや最近そうなんですよね、特になんか割と応じてくれることがあって、うん、今回も4月1日の朝に携帯電話を鳴らしたところ、うん、すぐに割とすぐ折り返してくれて、うんうん、でまあ、15分ぐらいですかね、結構割とゆっくり、うん、話してくれたっていう、うん、じゃあ結構対応としては良かったんですかね、その河野君の印象はどうですか。 そうですね、それにやっぱり会見で結構林本さんが、二階さんの、まあ、介護役っていうふうにも言われますけど、はい、うん、まあ、代わりに喋る機会が多かったんで、まあ、なんか、ご自身でも喋りたいこと結構いっぱいあったんじゃないかなって感じもしましたよね。うん、林本さんがいないんで、電話だと、結構自分と喋りたいように喋っちゃったみたいな、うん、そういう感じの印象もありますね。確かに、ね、そうですね。ご自身の結構思うとこ率直に語っていただいてもいいんじゃないかなと、うん、まあ、思いますけどね。河野記者は二階さんに取材するのは今回初めてじゃないですか？そうですね。この前なんか組織活動費、幹事長時代にですね、その組織活動費として二階さんがまあ額面上50億支出してるって、ね、はい、報道等ありましたけど、まあそれのが話題になってることについてですね、電話で直撃したりとか、まああと質問状送ったりしたことはまあ当然前回あったりはしましたけど、もともと割と取材対応はまあいい、丁寧というか、割とそういう印象ですよね。その、うんうん、バカ野郎とかいうあれが目立ってますけど、そんなぶっきらぼうな対応じゃないっていうか、しっかりした対応なのが割と基本的なスタンスなんじゃないかなと思いますよね。なんか、河野記者はバカ野郎みたいな感じで罵倒されたみたいなことは、これは ないわけですね、二階さんから。そうですね。僕はないですし、まあ割と昔の、なんだろう、週刊誌の記者とか、うん、あるいはフリージャーナリストとか、はい、長く関係持ってる人って結構二階さんと多くて、メディア対応は昔から割と悪くないような印象ですね。うん、まあなんか人情派というかね、その記者一人一人と人間としてこう付き合ってるみたいな、なんかそんな印象ありますよね、二階さんってね。そうですね。収支報告書の訂正額で、まあ支出先が本でしたけれども、うん、本を買ってたのも大下英二さんっていうね、まあ記者作家の方の本とか、ね、関係の深い、うん、ジャーナリストは何人かやっぱ有名な方いますよね、うん、ありますよね、うん、逆に全然二階さんの話からちょっとずれちゃいますけど、河野記者がその怒鳴られたり罵倒されたりみたいなことはこれまであるんですか、政治家に。ああ、政治家とか、まあ、あと企業経営者とか、まあ、結構あるんですけど、うん、まあ、でも政治家でものすごいひどかったっていうのは そんなにないですけどね、うん、それかまあ僕は忘れてるだけかもしれないですけど。忘れてるだけかもしれない。なるほど。いや、そんなね、まあバカ野郎発言かなり注目されちゃったわけですけど、今回そのバカ野郎発言についてまあ聞いてますけど、これどんな感じのことを喋ってたんでしょう。そうですね。やっぱいろいろな質問させていただいたんですけれども、うん、やっぱりこの年齢のことについて聞かれて、うん、まあ怒っていたっていうのは、まあすごくまあやっぱ気にしてたというか、まだ怒りが収まらないようなとこもあるようで、うん、まあ、こう年齢動向でしてるわけじゃないし、うん、まあ、世の中にはね、年齢が二階さんより高い人がいっぱいいるから、うん、まあ、そういう人に対してもまあ敬意を持ったような、まあ、そういう取材をしないと、うん、まあ、いけないんじゃないかっていうことをまあ言ってますよね。だから、ちょっと失礼だし、まあ、生意気だよっていうふうにまあ言ってましたよね。うん、まあ、そこは結構、じゃあ一貫してご自身のね、そのポリシーに関わるところだから起こったって感じなんでしょうね。そうですね。やっぱ年齢じゃなくて、まあ能力があればいいっていうのが、まあ二階さんの考えなんで、うん、まあ単純にその年齢だけ取って批判されるのは、やっぱりすごく嫌だと、まあいうことですよね。うん、二階さんは、そのまあ幹事長をね、ずっとやってたわけじゃないですか、安倍政権の時から。そうですね。これって歴代最長なんでしたっけ、自民党の。そうですね。5年間ぐらいやったんですけれども、うん、一番長い。長いわけですよね。
こう二階さんはだからすごいって言われるじゃないですか。はい。どこがすごいですかね、二階さんの。いや、なんかまあでも政治的技術が自民党を通じてのは、まあ安倍晋三元首相が、まあ二階さんのことを通して、まあそう言ってたわけですけれども、うん、やっぱり。